あ、そうだ。スケジュール次第なんですけど、まあ、土曜か日曜にショールームできたらやろうかなと思ってて、ほんとスケジュール次第、ほんとスケジュール次第なんですけど、ちょっと皆さんがびっくりすることがあるかもしれない。皆さんがびっくりすることがあるかもしれないっていうか、皆さんがびっくりするかもしれないっていう、なんか特に、なんだろうな、なんであま、まあ、期待するほどの話ではない。だけど、ちょっとびっくりするかもしれないっていうことがあるので、時間ができたら土曜か日曜にあります。ちょ、なかったらごめんなさいなんですけど、そう。卒業って書いてるけど、さすがに卒業発表はしない。しかも大した話じゃないって言ってるじゃん、自分で。ちょっともうね、もうちょっと私的に卒業って大した話だから、自分が大した話だとは言わないから大丈夫です。卒業発表はしない。はい、言っときます。そう。何かは、もし配信できなかったら、まあ、モバメか、ブログか、で言いますね。はい。卒業ないって言ったじゃないか。みんなあちこちに卒業って書かないでね。はい。さあ。今2万5000人ぐらいだ。ありがとうございます。じゃあ2万5000人の方にもう一度言いますが、これできなかった時ちょっと申し訳ない。もうちょっと確認をすればよかったんですけど、スケジュールの。土曜日か日曜日にね、ショールームを私はやりますので、多分。ちょっとびっくりなことがありますが、それを楽しみにしててください。まあ、卒業ではございません。皆さん、何だと思う逆に。セカンド写真集、ちょっと違いますね。なんだろう。いろいろ書いてある。ソロ曲もね、違うな。しないって言うのよ、卒業。ドラマ出演違いますね。ちょっといろんな予想があって面白い。なるほど、なるほど。まあね、ちょっと今んとこ正解が出てないんですよね。出たらね、あっって言おうかと思ったけど、出てないんです。出ない気がするな。ね、これ出ちゃってもちょっと私、つまんなくなっちゃうか、このぐらいしとこうかな。うん。はい。YouTuber にはなってないです。いろいろ書いてある。あ、でもあれだね、いろんなお仕事系がやっぱ多いね。さあ、それは何なのか、土曜日曜果たして配信できるのか、ちょっとまだ分かりませんけども、ちょっと待っててくださいね。はい。そうなんです。なんか1個前の乃木曜日の時に、なんかびっくりすることがあるかもしれないから、土曜か日曜日にショールームやるよって言ってたんですけど、びっくりすることはこのマスクに秘められてるんですよ。ででもね、そう、私、親知らずをずっと抜きたいって言ってて、痛かったんですよ、歯茎が腫れて。で、なんか、モバメ取ってくれてる人には結構、しょっちゅう痛い痛い言ってたかもしれないんですけど、最近ね、ようやく抜く日ができまして、で、一本、左の上はもうなかったんですよ、抜いてて、先に。だから、あと3本、下2本と上1本残ってたんだけど、なんか時間がないって聞いてたから、どうせなら一気に行きたいと思って。私は3本抜いたんで、3本。一気に。だから、メンバーとかもよく抜いてるじゃないですか。いくちゃんとか、ひなちまとか、ゆったんとか、こうね、みんなこう、ぷくって腫れてるから、さすがに3本はやばいと思って。で、抜いたんですよ。で、それで、その状態から、まあ、ちょうど多分腫れが出るのが、今日か、昨日かなって思ったから、この配信をね、してるんでございます。そう、一気に抜いたの。すごかった。ギシギシ、ミシミシって。
めっちゃ怖かったよ。抜いたことありますか皆さん。超怖いの。あ、パーカー、これパーカーはあれだよ、大体全部店だ、大体大体全部店のやつだよ。黒、私は大きめがいいから大きめにしました。そうなんです、3本とか本当はあんま3本とか抜かない方がいいらしいんだけど、もうあの緊急でってことでちょっと時間がないっていうのを言ったら抜いていただけて抜いたんですが、そう、じゃあマスクを取ろうかな。でで3、2、1、パッ。はい。取りましたマスクを。お、そう、みんな書いてくれてるけど、そうなの、3本も抜いたのに全く貼れなかったんですよ。そう、私はねなんかちょっとだけ貼れるのを楽しみにしてたのね、あのブクってなるの。だから3本も抜いた人は大変なことになるんだろうなと思って、その顔を皆さんに見せたいから、そのびっくりすることがあるよって言ってて配信するよって言ってたんですよ。なのにこの感じ変わんないでしょ別に。そうなの、なんか多分、いや他の人に言うと、メンバーとかに言うと、いやよかったじゃんって、ラッキーじゃんって言うんだけど、なんかねあんましっくりきてない。なんかもっちゃいパーンってしたかった。でそれでいくちゃんのあの歌番組でつけてた前髪ウィッグとかをつけて仕事に出ようって、出たいなとかね、あとここに髪の毛両面テープで貼ってこうごまかして小顔に見せて出ようかなとかいろいろ考えてたんですけど、そんな必要もなく全然貼れないの。そうなの、びっくりなんですよ。だからそう、本当は絶対貼れると思ってて予定してた配信がこんな感じのただの配信になりました。特にそんなびっくりすることっていうわけじゃなくて、びっくり驚くんじゃないかなって、そのぷくってしたねっていう話だったんですけど、こんな感じでございました。計算ミスって書いてある。そう、ほんとそう、ほんとにそう。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 うーんやるしかねえ。